アグネス・グッドサーはオーストラリアの画家である。主にパリで活動した。オーストラリア、ビクトリア州のポートランドでメルボルンの税関の役人の娘に生まれた。1898年になってから最初の美術教育を便利語の工業、工業専門学校で画家のウッドワードから受けた。1899年にパリに留学した。当時、ルパート・バニー、ステラ・ボーエン、 マックスメルドラムといったオーストラリアの画家たちがパリで修行しており、セーヌサガンと呼ばれる地域にはオーストラリアからの芸術家たちが多く集まっていて、グッドサーもそのグループに加わった。パリでは私立の美術学校、アカデミー・ドレクルーズやアカデミー・ジュリアン、アカデミー・コラロッシで学び1912年からロンドンとパリを交互に滞在して活動していたが、1921年から パートナーの女性、レイチェル団とパリのオデオン通りに住んだ。レイチェルはグッドサーの作品に多く描かれている。アンデ・パンダンテニアフランス国民美術協会の展覧会に1905年から30年以上出展し、イギリスのロイヤルアカデミーの展覧会にも出展した。1927年に短期間オーストラリアに帰国し、シドニーやメルボルンで展覧会を開いた。 1939年にパリで没しグッドサーの作品を相続したレイチェルダンは40点余りをグッドサーの家族に送り、残りはオーストラリアの複数の美術館に寄付した。グッドサーは人物が野生物画を描いた。ありがとうございます。